部でーす。でーす。やっとー。支部じゃないけどまだいるよなんかさ、うん、なんかこれはこの雰囲気で私すごくいいなって思うスタートだと思うんですが、そうですね、なんかあれどなんで今日はここのここが空席なんだろう。これ荷物置きとかじゃない？今日女子会なんじゃない？あ、女子会っていうことなの？そうだよ。なんか、うん、この間美味しいご飯屋さんを見つけてっていう話とかします。あ、ほんと、いいね。なんかカフェトークみたいな。あ、いい。うわうわうわ、なんか、いや、多分気のせいです。そうだね。怖いな。うわラップ音です。いやーなんかすごいね。うわ透けてる透けてる扉から誰かが透けてる。そんな、あの壁は奴だ。お間違いですよ。あ、失礼しました。あ、ちょっと、あ、帰っちゃった。ちょ、で、新宿ちょっとちょっとちょっと、どうもどうもどうも、こんにちはこんにちはこんにちは、どうも、引き換え八幡役の、あ、すいませんね、閉めて閉めていただいてすいません。引き換え八幡役の江口隆也です。よろしくお願いいたします。今回の相談者は僕なんです。さあ相談内容をメモしてきました。読んでください。先日オレガイルのスタッフが新商品のアイデアが浮かばないでしょうとぼやいていました。あれ、ちゃんと佐藤さんないわーってぼやいてました。佐藤さん、その時にまあ調子に乗って、おろさまがアイデア考えてやるよってカッコつけたらいいんですけれども、一向に良いアイデアが生まれません。リアル法師部の皆さん、助けてください。自業自得です。一時カッコつけたいがためにタンク切っちゃったもんだから、で、私たちに助けを求めに来たんですもう表情がバスレンじゃねえぞ